福岡県は久留米市のパスポートセンターで。個人情報が含まれる書類を紛失したと発表しました。誠に申し訳ございませんでした。個人情報が含まれる書類の紛失が発覚したのは。パスポートセンター久留米支所です。福岡県によりますと、先月二十二日に申請された。パスポートの二件分の文書を紛失しました。 文書には戸籍謄本のほか氏名や生年月日住所などが書かれていて合わせて10人分の個人情報が含まれていました本来は指定された箱に保管する必要がありましたが机の上に置いたことから誤って廃棄した可能性が高いということです福岡県は申請者に謝罪した上で再発防止に努めたいとしています